次元寺は、新潟県三島郡出雲崎町の上中城にある、相当州の寺院。三号は、福寿山。本尊は、聖関世音菩薩。栃木県大中寺の松寺。海山は、栃木県大中寺十三世の天南、松香る。本堂は、明和五年に再建された。三門は、出雲崎町、久田の小黒家宅の裏門を移築したとされている。本堂内に、 微写問堂、境内に、阿弥陀堂、地蔵堂がある。次元寺微写門天略縁技そもそも東山の鎮守、微写問尊天は、人皇四十六代後見天皇の行、天平年中、行期菩薩諸国を巡化ししばらく鈴を止めた毎し際に、村民の混成により、自ら一刀三霊にて、彫刻なしたまいたる霊像にして久しく、 中条京塚の山上に安置した手祭り氏がその後、神と愛はかり一を創建して一万法磁と称し、移して、本尊とせり、明王二年川中島の役上杉氏の辛抱の役、ところとなり、いうに返し尊蔵もまたありかを失いたれは、村民被害教区にこらえ去りしか寛永七年の春、山崎か七玉まこうを杉木光の鎖に、輝くを見て走りおて、 これを見れば尊蔵なりしかは、歓気踊り踊らし瓶ンチ法制して当時に安置し、村民初めて、蘇生の死をなせり、明治十七年五月当時十三世位、盆桂王将を新たに一羽を混流して、これを打ちしまた工獣を組織して、諸人の産経を、肝セリニ日露の役を彫るに及び久田村、小黒霊地印に用して従軍するや、その父母日夜参連してその筒がなきことを祈る。 ことじんたせつなりしが三十八年三月六日の夜夢に一郎のお陳情に現れて我は、これ次元寺のびしゃもんてんなり、なんじらの愛子今や戦地にありて、命を失わんとすなんじらの姿勢に関して、これを、急護せりと告げてひつてさりたもう、数日を経て、霊地のいたれはすなわち果たして機難に、そう非わずかに今逃れたることを知らせりしこうしてその日時。 とことごとくみことての無こにふ合せるをもって、一っかきして、霊観の厚きを射したりしかおちこちあ伝えて、きしエキスすかきを加えりぶっせつびしゃもん行に、いわくもしひとびしゃもんかみまじないを称すること百八、偏せは百何ことごとく少女死福徳ともに、円満なることをえと。と山ざ珠尊天の霊言によりて、その官王の虚子から去ること信仰を据えし、 次元寺15世橋本咲公による次元寺鎮述略延期より現在では毎年5月26日に美写門広大般若会がありその度胸中にご開帳される次元寺本尊寿司昔次元寺がある上中城集落は山々に囲まれすぐ後ろには日本海が広がり住む家も少なかったこの沢に大きな池がありその池には 恐ろしい毒蛇が住んでいたという。ある日のこと、この村へどこからともなく案揚してきた一人の僧があった。薄汚い衣を着て、網傘をかぶり、キャハン、わらじという姿であった。旅の僧は、この不幸な話を聞き、なんとか村人の恐怖を救ってやろうと言って、うやうやしく刀を取り、一心込めて、性完全音菩薩の像を刻んだ。そして、 出来上がった尊像を前に心静かに度胸をし、読者長脈の祈祷をした。やがて度胸が終わると、不思議にも、今まであたりに立ち込めていた霧のような毒気が晴れ、読者の姿は、どこにも見られなくなったという。この度相は、行基菩薩と伝えられ、聖観税音菩薩像は、諸人の祈願に、霊源新たかと言われている。出雲崎長市より、現在、聖観税音菩薩像は、 本堂内のおくるみ如来座像の後ろの図紙に収められている。ありがとうございます。